こそこそ。いけるかな？おいお前、俺たちのお宝に何している？いやー、見つかっちゃったー。いたたたた。何があったんですか？顔がボッコボコですよ。大丈夫。ちょっと、ピグリン君たちの故郷の砦のチェストをつい開けてみたら、過剰防衛にあってね。あ、なるほど。それでしたらピグリンさんの目の前でも襲われずに、チェストの中身を取り出す、良い方法がありますよ。本当？もしそうなら、ピグリン君の砦探索がすごく楽になる。はい。あ、ご説明する前に視聴者の皆さん、このチャンネルでは、こういった豆知識や検証動画等を楽しく配信してますので、ぜひチャンネル登録をして、今後ともお手すきの際にご覧いただければ嬉しいです。お願いします。で、ストライダーくん。ピグリンくんにバレずに、チェストの中身を回収する方法って、どんな方法？はい、これを使います。ん、これってホッパー？そうです、ホッパーです。そもそもピグリンさんが、チェストのことで怒るのは、ピグリンさんが見ている時に、チェストを開ける、壊すといった行為をすることですので、チェストの中身をホッパーで吸い出してから、ホッパー経由で回収すればいいのです。そうなんだ。さすがネザー出身のストライダーくん。ネザーのことに関して、すごく詳しいね。ありがとうございます。ちなみに、ピグリンさんが誇るチェストは他にも、トラップチェスト、ダル、エンダーチェスト、ショルカーボックス、等も含まれますのでご注意ください。よーし、では、早速試してみましょう。見張りのピグリンくんいるね。そうですね。今金防具つけてるから敵対化はしてないけど。こんにちはー。傷んだ床下の点検に参りました業者です。床下の点検？ああ、ここの床もだいぶ傷んでひびだらけ穴だらけだからな。よろしく頼んだぞ。なんとかうまくごまかせたね。そう、ですね。今のでごまかせちゃうんだ。チェストの下にホッパーを設置するだけだよね。はい、チェストの下に設置するだけです。設置するときに勢い余ってチェスト開けないでくださいね。わあ、すごーい。チェストの中身がどんどんホッパーに出てくるのに、ピグリンくん気づいてないみたい。はい、あとは、全部吸い出すのを待ってホッパーを回収すれば OK です。ホッパー壊しても怒られません。あ、最後に取り残しがないかチェスト開けて確認なんてしたら本末転倒ですので気をつけてくださいね。本当だ。ホッパーは壊しても怒らないね。そうですね。よし、じゃあこの調子で大きいチェストの中身もいただいちゃいましょう。はい、いただいちゃいましょう。あ、動画ではホッパーを下からくっつけているようにしてますが、単にチェストの下に置くだけで大丈夫ですので。ピグリン君、ものすごく見てるけど怒らないね。怒りませんね。床下点検終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。おう、ご苦労さん。おい、どういうことだ。チェストの中身が消えてるぞ。見張りは何をしてた？怪しい奴は出入りしたか？いえ、特に。ただ床下の点検業者が来ただけです。床下の点検業者？カモン、そいつが見たんだ。ていうかネザーで床下の点検業者ってなんだよ。おえー、おえー、まだそう遠くには行ってないはずだ。ストライダー君。はい。古代の残骸一個あったけど、それ以外はそうでもなかったね。そうですね。他はあんまり必要でもないし、その辺に捨てて帰ろうか。そうですね。